皆さんこんにちは、内山でございます。今日はですね、非常にマニアックなテーマで、地方消費税の基礎知識というお話をしていきます。まあ、世間一般のですね関心からはちょっと外れるかもしれませんけれども、非常にですね、皆様の生活と密着しているものになりますので、知っておいて損はないかなと思います。で、地方消費税というのはですね、現在どうなっているのかというと、現在の消費税は 5% です。で、中身を見ますと消費税が 4%、 これ国税になりますけども 4% で、地方消費税がですね 1% で、合わせて 5%、こういうね、内訳になっております。で、税法を見ますと、消費税とは書かれておらず、消費税等と書かれております。これどういう意味かと言いますと、この等に当たる部分がですね、地方消費税になります。はい、で、地方消費税はですね、地方税法に基づいて、課税されるということで、国の消費税の 25% となっておりますから、 4%×25% で 1%と、結果的にこうなるということです。で、閣議決定されております社会保障と税一体改革ではですね、2014年4月に 8%、 2015年10月にですね、10% と、段階的にですね引き上げられる予定でございます。で、その内訳はどうなるのかということなんですけども、まず 8% の場合は、消費税 6.3%、 地方消費税が 1.7% で、 10% になった場合はですね、消費税 7.8%、 地方消費税が 2.2% ということで、単純に 25% 掛け算するのではなく、ちょっと複雑な税率の構造になってきてしまいそうです。で、現在もですね、国の消費税 4% のうち 1.18% が地方交付税としてですね、地方消費税と合わせてですね、都道府県に分配されております。で、あと地方消費税の生産の方法、市町村ということで、レジュメの方に書かれておりますので、一度ご覧になってください。ご清聴ありがとうございました。